本日はカホンとカホンっていうね楽器についてやっていきたいと思います。どこの楽器だと思います？どこの国か知ってます？この中のどこがです？はい、正解、ペルーです。まあ、近いところで、ブラジルとかボリビアとかエクアドルとか、あ、これ南米の楽器なんだっつってね。カホンはもともとですね、ペルーの楽器、19世紀頃から叩かれていたっていうことが分かっております。はい、ペルっていうのはもともとスペインの植民地だったのね。ペルっていうのは中南米多くの国は、まあ、植民地時代を経てスペインとかねフランスとかポルトガルとかの植民地だったわけですわ。でその時に奴隷として連れてこられた黒人さんたちが各国々でですねそれぞれの太鼓として発展させたという感じです。ただ楽器がね取り上げられてたわけですね。奴隷の人たちっていうのは、叩くの禁止されてたわけなので太鼓がないからもうその辺にあるものを叩いた。カホンっていうね、CAJON カホンっていう書くんですけど、スペイン語で箱っていう意味なんですね。箱そのまま箱、あと引き出しとかね、どこにカホンあんのって見えないと思うんですけど、真ん中の人が座ってるやつ、真ん中のこれね、初期の頃は結構ね小ぶりなもう本当に箱っていう感じ。あと面白いのがひょうたんですね。ひょうたん、はい。あと面白いのはねでっかいかぼちゃ、かぼちゃを中くり抜いて乾燥させるとまあひょうたんみたいなねこんな感じになるから、結構ねカラッと叩くといい音がするっていう感じで、その辺にある箱とかひょうたんとかかぼちゃとかね叩いてたっていうのがルーツと言われております。じゃあちょっと叩いてるの見てみましょう。こんな感じ、いかがですか？まあ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 、ちょっとね、ルーツっぽいっていうか、リズム面白いなっていうかね、ちょっと初見だとどこが頭だか取れませんっていう感じじゃないですか。みたいなね、ちょっとやっぱりアフリカの名残があるっていうかね、アフロルーツのいわゆる2対3のポリリズムみたいな構造の、リズムなんですけども、まあ、こんなのがルーツミュージック、ペルーのルーツミュージックっていう感じ。まあ、もっと他にもたくさんのリズムとかね、ジャンルとかありますけども、まあ、こんな感じで叩かれましたっていうのが最初でございます。19世紀頃から。はい。で、ペルーにある限りは、もう本当に民族楽器にとどまっていたかなっていうところなんですけれども、大きな転機が訪れまして、それが何かというとですね、ご存知でしょうか、パコ・デ・ルシアっていうですね、ギタリストがいました。はい、残念ながらちょっと亡くなってしまったんですけども、フラメンコに限らず中南米のねいろんな音楽ジャンルを取り入れたり、まあ、ジャズの要素を取り入れたりした、まあ、巨匠中の巨匠っていう感じです。このパコ・デ・ルシアさんがですねペルーを訪れた時に、まあ、カホンの演奏を見て、まあ、それに強く惹かれたという話です。で確かねツアーで行ってた時に、まあ、同行してたね パーカッショニストも、まあ、一緒にカホンを見て、あ、これやばいねと、これ取り入れたいねと、カホンええやないかと、いうところでスペインに持ち帰ってきたっていうかね、送られたようでございますね。自分のバンドの編成の中に取り入れ始めて、まあ、ようやくそのレコーディング、一番最初にしたのが1981年と、もうほんと最近ですよね。
フラメンコの音楽っていうのは、まあもともとカホンって入ってなかったわけですね。踊り、歌、あとギター、手拍子っていうのがカホン入る前のフラメンコの編成だったわけなんですけども、まあそれで以後、パコデルシア以降ですね、あ、取り入れるのありだねっていうね、形になります。はい。もともとペルーで叩かれてるカホンっていうのは、アフリカ系の人たちのルーツなわけですね。だから叩き方も、まあそもそも、実は違うと、ペルーの人たちの叩き方と今みたいなねフラメンコのスタイルで叩き方、割と、ペルーとかアフロ系の人たちは結構バシバシしっかり叩く。バシッとね、その主要なリズムの根幹、をバシバシ叩くっていう感じなんですけども、フラメンコはまあもともとその細かい手拍子とか踊りのタップね、タップ音がめちゃくちゃ強烈で、それがすごい細かいわけでございますから、アプローチとしてすごい振り幅少なめで指とか多用しちゃって、ずっとこのひた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 ってこうゴーストノートというか、これでこうずっとこう埋めてるような感じっていう違いがまずここで現れます。はい。でもともとそのフラメンコにカホンが入っていなかったので、このレコーディングしたねルベン・ダンタスさんっていうパーカッショニストが、まあフラメンコのこのリズムだったらこんなアプローチでやろうとかね、こういう音遣いをしようとか、ここでアクセントを入れようみたいなのも、まあ試行錯誤してどんどん確立させていったらしいです。はい。というわけでちょっとこのルベン・ダンタスさんっていうのを見たいと思います。もともとそのペルで叩かれた時は本当に箱だったので、サウンドとしては割と今のこういうバシッとした音というよりかはこういう音、木叩いてますっていうかね、木材叩いてますっていうような音だったわけなんですけれども、このパコデルシアさん以降ですね、カホンの座面の裏側、このカホンで言うと、いや、ここが座面なわけですね。ここの座面の裏に弦を入れましたっていうのが結構大きなトピックで、ここがちょっと転換期です、カホンの。基本はギターの弦が実は入ってます。はい。あ、これギターの弦なんだっつってね。これがあることによって、この座面を叩いた時に、まあ合わせてこの弦が若干こう振動するわけですね。ちょっとこうタタタタタタっていう音プラスザザザザザっていう音がちょっと混ざってるような、音なの聞いてわかるかなと思うんですけれども、まあこういう効果が、ある、まあ、特に高音部分サクサクサクジャリジャリジャリっていうのが結構目立って聞こえるようなサウンドになりました。はい。これがスペインカホンっていうかね、ペルカホンとはもともとこういう音ではなかったんだけれども、ここで大きく変わったっていう感じ。はい。2本ずつのものもあるし、今では4本4本で8本とかね、たくさん弦を入れたバージョンとか、ドラムのスネアドラムっていうのありますね。スネアドラム、これもザッ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 っていう音するじゃないですか。これはギターの弦じゃないんだけど、これワイヤーが張ってあるわけですね。スネアワイヤーとかスナッピーとか言ったりするんですけども、このスネアのようなスナッピー響き線が張ってあるカホンも近年だとあります。ペル、そしてペルからのスペインっていうね、流れがあったわけなんだけど、その流れとは全く別の流れでキューバっていうね、中米カリブ海の島国、キューバ、まあ、コンガとかボンゴとかティンバルスってね、
全部キューバの楽器なんだけども、ここでも実は木箱が叩かれてたということが分かっております。はい、まあ、同じような感じね、太鼓が禁止されていたので、その頃に運搬用の木箱、なんかお魚が入ってたね箱が、よくなったらしいんでね、それを叩いてたらしいんだけれども、それは吸盤カホンってね、またちょっとペルーと形が違う、こんなような上側を叩くようなカホンでございます。こちらは太鼓と歌と踊りでやるキューバのルンバっていうジャンル、スタイルがあるんですけれども、まあ、そこで叩かれるのがこういった、上側がダメンで、ちょっとこう台形型のような形のカホンでございます。はい。もともとこうみたいな、こう割とこう力強い、あ、いわゆる土着のリズムだなっていう、あの思うようなやつなんですけどざっくり言うとね、それでも本当にキューバンカホンもやっぱこの響き線、弦なくてこういう音で、感じでやっていた、まあ、限りなくこの役割同じっていうか、やってること同じですね。あの今でもね売ってますよ、あの検索してみてください、キューバカホンとかキューバンカホンとか、カホンクバーノ、って検索するとね普通に売ってますよ。これだけにとどまらないっていう感じですね。ペルー、スペイン、キューバがまあ一応元っていうか、それぞれスタイルがあるルーツの形なわけなんだけども、まあ、そこからいろいろなワールドミュージック、パーカッションの代用として使ったり、新しくね、奏法を確立したり、編成として多いのはやっぱりアコースティックの編成で取り入れられると。で、さっきも言ったようにドラムライクな、低音と高音が出ますので、まあ、ドラムセット的に使ってもいいよという感じですね。